MLB、イチロー、初マルチも歴代21位浮上。どうでもいいことと表現したわけ。マルチ安打に本塁打強奪キャッチと大活躍、今の僕にとっては。マリナーズのイチロー外野手は、3月31日、日本時間1日、本拠地インディアンス戦に9番、左翼でスタメン出場。3回に相手のホームランを、 強奪する長尾技を見せ、バットでも4打数2安打1得点と存在感を見せた。マルチ安打でメジャー通算3082安打として、キャップ・アンソン3081安打を一気に抜き去って、歴代単独21位に浮上。しかし、試合後には、今の僕にとってどうでもいいことと振り返っている。 29日、同、30日の開幕戦に続き、2試合続けて9番、左翼でスタメン出場した一郎この日も、打席に立つたびに大歓声を浴びたが、長尾技と2本のヒットで応えてみせた。まずは、3点ビハインドの3回表に、ラミレスの大飛球をスーパーキャッチ。完全にフェイスをを超えていた打球を ドンンピシャャリのジャンプでもぎ取ったそして、直後の3回裏に一死走者なしでガラスコから二塁内ア安打。その後、ゴードンのヒットで三塁まで進んで、セグラのタイムリーで生還した。さらに、7回には、メジャー屈指の中継ぎサワン・ミラーのスライダーを、巧みにレフト前に運び、マルチ安打を記録。 全てスライダーを投じてきた相手に2球で追い込まれながら4球目を見事に捉えた。チームは追い上げたものに及ばず5の6で敗戦。ただ、一郎は今季初安打についてもちろんそれは重い一本なので僕にとってこの一本があるかどうかずっとわからないままこの冬を過ごしてきたのでその意味で。 すごく重い一本になりましたねと表現。オフにはチームがなかなか決まらず、キャンプにも遅れて合流したが、上々のスタートを切った。一方で、マルチアンナでアンソンを抜き去り、歴代単独21位に浮上したことについては、そういうこと、今の僕にとってどうでもいいことなんで。毎日、こうやって、セーフィコ。 フィールドに来てプレーできることがもうそのことがうれしくてそんなことどうでもいいと話した27歳で渡米しながら偉大な選手の数字を次々と超えているが今は故郷のシアトルでプレーすることに何よりも大きな喜びを感じているいかがでしたか よろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。